うのが渡辺、3種目超えてトップの渡辺が最後になるということになります。山口沙羅は膝を痛めて最後のゆか演技することができなくなっています。トップ渡辺との差は 0.133 です。まず入り技、どの技を入れてくるのか。宮田選手の表現力も注目してほしいです。技の難しさ、そして表現力。伸身の2回宙返り F 難度で入ってきました。はい、予選と同じ構成できました。そうですね、したがって確実性も非常に大事になってきます。この後はシリーズテンポテンポバク転2回半ひねり、あっとラインオーバー、これで 0.1 の減点。下の2回ターン2なのです。3本目のアクロバット、1回半ひねりから前方の1回ひねり、 C から C の 0.1 の加点です。着地の乱れが順位に大きく影響を及ぼしそうです。最後のアクロバット、後方屈伸のダブル、着地大きな乱れはありませんでした。予選と同じ